サンタクララ軍の位置サンタクララ軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州にある軍である。地理的にシリコンバレーの大半が含まれる。2010年のアメリカ国勢調査による人口は178万1642人である。軍庁所在地はサンノゼ、サンタクララ軍庁舎。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積3377平方キロメートルである。 このうち3343平方キロメートルが陸地で34平方キロメートルが水域である。総面積の1.02%が水域となっている。2000年の国勢調査によると、この軍は人口168万2585人、56万5863世帯、及び39万5538家族が暮らしている。 人口密度は503人平方キロメートルである。平均すると、建築住宅数は579,329件で、住宅建築密度は173件平方キロメートル。この軍の人種的な構成は、白人53.83%、アフリカ系アメリカ人2.80%、先住民0.67%、アジア系25.56%、 太平洋諸島計0.34%、その他の人種12.13%、および根結4.66%である。人口の23.98%はヒスパニック、またはラテン系である。この群内の住民は24.70%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が9.30%、25歳。 以上44歳以下が35.40%、45歳以上64歳以下が21.00%、及び65歳以上が9.50%に、渡っている。中央値年齢は34歳である。女性100人あたりの男性は102.80人で、ある。18歳以上の女性100人あたりの男性は101.90人で、ある。 この軍内の一世帯あたりの平均的な収入は74,335ベ米ドルであり、一家族あたりの平均的な収入は81,717ベ米ドルである。男性は56,240ベ米ドルに対して、女性は4五5 7 4ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は32,795ベ米ドルである。人口の7.50%及び、 家族の4.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の8.40%、及び65歳以上の6.40%は貧困線以下の生活を送っている。なお、サンタクララ軍は、不法移民に対して比較的寛容な施策を取る、聖域都市であり、統計に反映されない住民も多数存在する、可能性がある。この軍内にある、 姿勢施行された15の死は、下記の通り、ありがとうございます。